専攻家は、当該種別の学校の卒業生もしくはそれと、同等以上の学力を有する者に対して、精神な程度において特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として学校に設けられる過程のことである。修行年限は1年以上である。日本では、後期中等教育以降の学校で、学校教育法の第一条に規定する学校に設けることができ、 具体的には、第58条にて高等学校、第91条にて大学、第109条にて高等専門学校に設けることができる。専攻課の位置づけは、その教育段階によって異なる。高等学校の専攻課は、法第58条、第2項に基づき、下記のいずれかに該当するものが対象となる。主に工業、水産、 福祉などの専門教育分野を深めることと社会人の再教育を目的としている。特に実習に必要な施設、設備は大学などの高等教育機関を除くと専門学科のある高等学校や中等教育学校しか有していないこともある。そのため教育水準は比較的高度である。専修学校や各種学校と異なり、 学校教育法の第一条に規定する整形の学校であり、設置基準も高等学校設置基準や、その他の法令により、厳しいものである。2016年4月1日より施行の改正学校教育法により、施行日以降は、修行年限が2年以上であることその他の文部、科学大臣が定める基準を満たす専攻課の、修了者は、大学編入学が認められている。 なお、2016年3月までは、高等教育機関と特別に連携しない限り、修了者は大学などに編入学することはできず、この点についてはすでに大学編入学が広く、認められている短期大学、高等専門学校、一定の要件を満たした、専修学校の専門課程と比べて、不利とされた。加えて、2020年現在も専攻科修了者に、向けて、 専修学校の専門家程修了者に授与される専門士のような称号は創設されていない。かつては地方公共団体、学校法人が短期大学を設立する際に、そのステップとして運営する高校に2年生、専攻課を設置し、短期大学設置基準などを満たした上で専攻課から短期大学へ移行させる例も見られた。ちなみに、鳥取県では、 県立鳥取東高校、県立倉吉東高校、県立米子東高校等に老人生の大学受験目的の一年生の専攻課が設置されてきた。これらはかつて鳥取県には大学受験予備校がほとんど存在しなかったという事情があった。しかし鳥取県でも相次いで予備校が設立され予備校側が 鳥取県教育委員会に専攻課の廃止を要望しており、2004年に私立鳥取城北高校の専攻課が廃止されたことから鳥取県教育委員会では専攻課を縮小、廃止する方針を決定し、2006年に鳥取東高校、倉吉東高校、米子東高校の専攻課は規模を縮小し、授業料を値上げした。2008年、 鳥取東高校専攻課の年度限りでの廃止と、倉吉東高校と米子東高校の2校については2010年度まで2年間存続、その後の存廃は2010年度までに結論を出すことに決定。その後議論を経て2012年度末で両校とも廃止した。このケース専攻課は専攻課設置の法令上の拡大解釈との見解もあった。 資格取得のための家庭専攻科には、以下の通り資格取得のための家庭もある。看護師免許については、準看護師養成課程の3年生の専門学科の衛生看護科を卒業し、その後、看護師養成課程の2年生の専攻科を修了することにより、高校で看護師の国家試験の受験資格を得ることができる。最近では、 本科の衛生看護科と専攻科が一体となった5年生一貫で看護師養成教育を行う看護科を設置する高校もある。この場合3年で卒業しても準看護師の資格は取得できない。衛生看護科を置く学科の多くは看護科へ転換するか廃止された。水産における専攻科は機関士、通信士などの資格者を養成する過程と言っていい。 会議士免許については、全国の水産高等学校の本科卒業後、2年生の専攻科を修了することにより、会議士、会議士、会議士の筆記試験が免除となり、口実試験のみで免許取得が可能。また、第2級総合無線通信士や第2級陸上無線技術士の受験科目の免除特典が得られる専攻科もある。現在、全国で4校に設置されている。 保育士国家試験は通常短期大学卒業程度以上専門学校修了が受験資格でそれ以外の学校の卒業者は実務経験を要するが2年生の保育専攻科を修了すると短期大学卒業者同様に受験資格が得られる特別支援学校の高等部に設けられる専攻科は高等学校や中等教育学校の各専攻科の入学資格を 持つ者が対象となる。障害を持つ人を受け入れる準備ができている高等教育機関が少ないため特別支援教育を行う学校である特別支援学校では継続教育の場として専攻科を設けている学校が多い。高等部から継続してあるいは新たに学ぶことによって職業能力及び資格の取得を行うことを目指す。さらに 特別支援学校高等部学習指導要領では、視覚障害と聴覚障害の学校の専攻科については、標準的な強化と科目も示している。具体的には、視覚障害の学校では、保健理療、理療、理学療法の強化が、聴覚障害の学校では、利容、美容、歯科技工が示されている。全般的に、専門職業人の育成と、 社会的自立を目指すことを目標に置いているものが多い。高等学校や中等教育学校と同様に修行年限が2年以上であることその他の文部、科学大臣が定める基準を満たす専攻課の修了者は大学編入学が認められるほか、専攻課に続く過程として研修課を独自に設けている例もある。2014年度、知的障害を対象とした 特別支援学校で専攻課を設置しているのは9校である。内訳は私立校発校と国立大学法人附属校1校である。中でも2006年度に国公立養護学校として初めて高等部専攻課が設置された鳥取大学附属養護学校は青年期の自分づくりを目的とし学校から社会へのスムーズな移行が可能になる。 教育実践を目指している。また、2004年11月には、特別支援学校高等部への専攻化設置拡大、そして広く特別な教育的ニーズを有する、青年たちの教育機会の保障を目指して、全国専攻化研究会が発足し、研究運動活動を展開している。しかし、知的障害を対象とした、特別支援学校における、 高等部専攻課の設置がかなわない地域では、障害者総合支援法に基づく自立訓練事業を活用して、福祉事業型専攻課と称した学びの作業所づくりを進めており、福祉の場における教育の実現を目指している。短期大学の専攻課は、法第91条第2項に基づき、下記のいずれかに該当するものが対象となる。高等専門学校の専攻科は、 大第109条、第2項に基づき、下記のいずれかに該当するものが対象となる。従来は、学科教育からの延長教育が目的であったが、独立行政法人大学評価、学位授与機構による認定専攻化制度が開始されてからは、延長教育により、学士の学位の取得を目指す過程が増加している。学士の学位を目指す場合は、大学評価、 学位授与機構による認定を受けた認定専攻課を修了する必要がある。その上で、専攻課における学習成果を機構に提出、申請し、審査を受け合格することにより、学士の学位が授与される。学士の学位を授与された後は、大学院修士課程に進学することができる。特に工業高等専門学校の専攻科は、大抵が認定専攻科のため、 技術科学大学と並んで、工業高専在学生にとって知られた進学先とも言える。本科の学習内容と連結している上に、少数精鋭のため勉強しやすい傾向があるとも言われている。他の工業高専の専攻科に進むことも可能である。また、学士の学位を目指さない過程では、学科2年間で学んできたことをさらに深く履修するための過程。 幼稚園教諭免許所持者が、さらに保育士免許の取得を目指すための家庭、教諭二種免許所持者が一種免許取得を目指す家庭、看護師資格保持者が保健師、助産師資格取得を目指す家庭など、学科卒業後のエクステンション教育が行われる。大学の専攻科は、法第91条第2項に基づき、下記のいずれかに該当するものが対象となる。 様々なものがあるが、大学院で修士の学位や専門職学位を得るには2年で、足りるため、1年生の家庭、それも教育専攻科が多い。教員免許状の一支免許状をすでに取得していることで、先週免許状が取得できる課程が、それなりに見られる。また、特別支援教育教員免許取得を目的とした、特別支援教育特別専攻科を置いている。 大学もある。特別支援教育特別専攻課では、幼稚園、小学校、中学校、または高等学校、いずれかの普通教員免許を取得している者は、特別支援学校教諭一支免許が取得できる一周面コースと、特別支援学校一支免許を取得している者は、特別支援学校教諭先修免許が取得できる先修面コースの2コースある大学が多い。 特別支援教育特別専攻科のある大学内では略して特選と呼ばれているところが多い。2年生専攻科を修了したものであっても大学院ではないため修士の学位は授与されず大学院博士課程への入学資格は得られない。西南学院大学など専攻科と大学院修士課程を同一分野で両方設置しているところもある。ありがとうございます。